密輸組織を見つけ出して取引現場を抑えろってことかしら。その仕事俺もかませてもらおう。ああ、横取りする気か。そうは言ってねえだろうが。7年前その組織を追ってたんだよ。まだやってやがったか。何か因縁があるのね。いいわ、一緒に行きましょう。いいのかよルシー、お前の取り分がなくなるぞ。なんで私の分なのよ。俺の分はいい、お前らにやるよ。頑張ってね。さてと、行き先は。よし。何？ん？グレイ、依頼のあった密輸組織とは何かあったの？取引現場を襲撃して組織を壊滅させた。ただそれだけのことだ。あいつらもう二度とやらないと言っておきながら、また密輸に手を出すとはな。悪いやつなんでしょ。もう一度懲らしめなきゃ。ああそうだな、分かるまで付き合ってやればいい。ここにしましょう。
行き先はどこ行くかな。行き先はよいしょっと。よし、行くぞ。よいしょっと。ありがとう。あいつだ。あいつで間違いない。グレイ、本当にやっちゃっていいんだな。ん？なあ、思いっきりやってやれ。あの時の誓いを思い出させてやるんだ。やれやれ、お出ましか。痛いわよ。アイスメイク、アイスメイク。楽勝だぜ。そこまでだ、観念しろ。お前はグレイ、7年前に死んだはずじゃ。そう簡単に死ぬかよ。それよりお前、なんでまた密輸なんて始めた。懲りたんじゃなかったか。それはお前が死んだと思って。ああ、それがどう関係すんだよ。まさか俺がいないから好き勝手できるって。違う、そうじゃないんだ。捕まった後、足を洗って農家を始めたんだよ。事業はうまくいき、俺らは本当の家族のようになった。この幸せもお前のおかげだと報告しに行こうとしたが、私たちが天狼島で消えて目を覚ましてくれたあんたの恩に報いたいと思って資材を投じて捜索隊を送ったが見つからず、やがて金が尽きて。バカ野郎、それでまた密輸に手を出したっていうのかよ。こいつらはお前の家族なんだろ。なら守ってやれよ。悪の道に導くなどマスター失格だ。グレイ、まあお前らの気持ちは嬉しいけどよ。されちゃったね。もう悪いことはやめてくれるかな。大丈夫だろう、あいつらは悪い人間じゃない。うん、そうだね、私もそう思う。
これにて一件落着。それじゃあ俺は次の仕事に向かうわ。何かあったら呼んでくれ。次は熱。よし。ルーシー。ごめんなさい。え？よし。帰ってきたぞ。合同か。ひでえことしやがる。手紙や荷物を楽しみに待っている人がいるのに許せない。大変なことになっているようだな。私も同行しよう。エルザ、これってエルザが出るほどの事件なの？これには私の、いや、なんでもない。悪事は見過ごせない。ただそれだけだ。敵は小規模ながら闇ギルドの連中だ。気を抜くと痛い目を見るぞ。7年間のブランクが怖いところね。でもエルザがいるから心配いらないかも。魔導士相手なら手加減はいらねえな。ようやく本気が出せる。あんたはいつも全力でしょうが。弁償で赤字にならないといいけど。ルーシーはいつも心配性だな。行くかな。よし、ここだ。
注意して進め。来たぞ。行くぞ。ガリーの決戦。これで決める。開け。白妖獣の扉。やるでしょ。もとい、郵便物は返してもらうぞ。かわいい石？お前らみたいな闇ギルドには容赦しねえ。行くぞ。ナイツ、やっちゃえ。よし。切られたいものからかかってこい。勝利だ。
行くわよ。痛いわよ。ガリーの これは私宛の荷物なんだ。中身は大丈夫？壊れてたりしない？問題ない。幸い壊れやすいものではないんだ。あれ、エルザ、荷物が破けてるよ。穴からなんかこぼれてる。下着？これは確かに下着だが、決して可愛い下着ではないぞ。ただの下着だ。それが可愛いし、よし。帰ってきたぞ。さすがだ。やったね。魚何匹買えるかな。郵便物は全て持ち主に。よかった。郵便物には高価なものやこの世に一つしかない思い出の品だってあるから。それに届いた時の感動ったらないわよね。自分で注文して何が届くか分かっていても。そうだな。私もこの仕事を達成できて嬉しく思う。オイラには何も届いてないよ。ハッピーには今度俺が魚を送ってやるよ。うわー、
郵便って幸せを運ぶんだね。あんたたち同じ家に住んでるんでしょうが。